さあ初球、武田頑張れ、ボールはライナーで、なんでやねではあかん、ミート打ちが全然機能しない、延長戦必須、これはやばいやつです、やべえな、やべえです、初球は見てきました、投げた、あ、ブラックは花丸とは違うイメージなんだ、そうなの、次はどう攻めてくるのでしょうか、見送ってボール、さあ勝負してくるのでしょうか、さあ打ちました、これはどうだ、ツーベースいけるか、ヒットになります、ナイス、打ったバッター2塁も狙う、同点のチャンスを迎えます、うわギリギリやな、ではバッターボックスの武田選手、積極的に振ってくるタイプのバッターです、お願いします、本当にミート打ち機能してください、投球これから2球目、あっとどうだ、怖いって全身守備しなかったら取られていた、パワーフェスチャレンジャーズついに追いついた、経験的には何が足りないのか全部ですね、さあ隙を見せない打者、特に B 賞ポイントが危ないです、アップ、セカンド中継ライトゴロとかやめてくれ、ミッキー選手、第1球を投げた、なんでやここで一発を浴びて終わったかな、これボールカウント、ワンボールツーストライク、紫エフェクトってありがとう、まず絶対同点にしたいんで三塁には行っておこうか、さらに1点を返しました、それではノーアウトランナー1塁3塁となりました、はい、投手が恐れる一条選手、これはミスったな、痛いな、タッチアウト、ワンアウト、三塁ランナーを犠牲にはできない、ワンアウトランナー三塁に変わります、初球打ち流した、ファール、全然の桜吹雪が飛弾、投げました、これはボール、これは完全にボールです、投球これから3球目、あっとどうだ、うわナイライナー怖っ、まあ、とりあえずね盗塁はだいぶできてる、うん、いい感じです、問題は筋力と技術、左の強打者タイガ選手、ホームラン性の当たりが多いバッターです、第2球投げた、ストライク、インローへ迷ったようなスイング、カーブはストライク、さあ追い込んだ、絶対変化球で落とし、ピンチの場面、打った1、2塁間のゴロ、2塁へセカンドフォースアウト、1塁はセーフ、はぁきつい、偵察失敗、レース、まずは初球、ここに投げられたら手は出せないでしょう、いやチャンスは全く諦めんな、まだあるぞ、キャッチャーはどのボールを要求するのか、ダー抜けた、サイガ選手一気に3塁へ、パワーフェスチャレンジャーズ、まあ2点までか、アランレンジャーズ11対9、ヒットホームラン、バッターボックスには俊足の矢部明夫選手です、盗塁で筋力技術を2ポイントもらう、ミッキー選手決めました、ランナーはそれぞれ進みました、これは見送ってボール、第3球投げました、バットを出しません、ボール、抜けてくれ、ボールはライナー、抜けない、三塁ランナーはタッチアップ、三塁ランナーホームイン、パワーフェスチャレンジャーズ1点返しました、ワンアウトランナー2塁となりました、俊足のアベレージヒッター、よし駒坂はナイス、1、2塁間ライナー破っていった、駒坂は頑張れてる、駒坂選手なおもチャンス、さあワンアウトランナー1塁3塁となりました、打席には友澤選手、2塁はセーフ、駒坂選手決めました、同じことを続けることが結果への近道です、第3球は、さあここからどう勝負するか、第4球は敬遠か、ワンアウト満塁となりました、投手が恐れる一条選手、今バッターボックス、あっとどうだ、尾根選手ホームへ、さよならか、まずは同点、なおもチャンスが続きます、リプレイです、消えるところまで行こう、第1球を投げた、外れた、ボール、これは外れます、第2球投げた、スライダーはボール、これは完全にボールです、さあ3球目打ちました、打ち、球場は割れんばかりの大パワーフェスという大舞台でやってのけました、技術が34点足りね。
しゃれ。はあ、運命を回せ。ベイワンダフォー、あつまり、ありがとうございます。黒金、続け、ときめき、六面、廃墟、ブレイン、お願いします。極悪、白バラ、イレブン、河川敷、なんでだよ